あの日屋根裏部屋で開いた絵本、金色の杖かざす魔法使い。つまり、そういうことか。なるほど。これは興味深いわね。こんにちは。何が興味深いんですか？あ、メルルちゃん。いつからそこに？私の後ろを取るなんて、なかなかやるわね。エスティさんがいたから普通に声をかけただけなんですが。あはは、嘘嘘、冗談よ。ちょっと仕事のことを考えてて気づかなかっただけだから。そういえばエスティさんの仕事って？簡単に言えば、この国の調査ね。統合に向けて問題が起こらないように、いろいろと調べることがあるの。文化の違いもあるし、価値観だって違う。いくら双方が望んでいたとしても、すんなり統合とはいかないわ。なるほど。国が一つになるのって、考えてみれば大変なことですよね。でしょ？というわけで、私はアールズの人たちについて調べてるの。アールズに住む人が普段何をしてて、どういうことを考えているか観察するのが私の仕事ってわけ。この国の人たちはとても面白いわよ。私個人としても興味は尽きないわ。人の調査ってどういうふうにやるんです？簡単に言えば、じっくり観察することね。メルルちゃんは、自分の周りにいる人のこと、完璧に理解してる？ルーフェスやケーナのことですか？一応分かってるつもりですけど。本当にそう思う？その人の持つ本質って、本人も気づいてないことがあるものなのよ。例えば、知り合いのいないところでしか見せない一面があったり、限界まで追い詰められて初めて見せる行動があったりとかね。うわぁ、なんだかちょっと怖いかも。もしかして私のことも観察してるんですか？それはノーコメントってことで。まあ警戒しても意味ないから安心してね。うん、そう言われると余計気になるような。あら、なんだか誤解されちゃったみたいね。だったら今度調査に同行してみる？メルルちゃんだったら大歓迎よ。え、いいんですか？もちろん。それじゃ、準備ができたら声かけるから楽しみにしててね。はい。なんだか本に出てくる探偵みたいでワクワクするな。姫嬢ちゃんか。いつでも威勢がよくていいこった。仕事の方は順調かい？おかげさまで少しずつで
ですけど開拓も進んでますし、錬金術も頑張ってますよ。確かにここ最近町をぶらついてると活気が出てきたって感じがするよな。となるとそろそろ頃合いかもな。夢嬢ちゃん、前に俺が言ったことを覚えてるかい？ここの炉にはまだ火力が足りねえって話だ。もちろん覚えてます。そういえば炉の鳴らしは終わったんですか？こっちもおかげさまでな、しっかりこなれていい具合だぜ。そこでだな、いよいよこいつを強化しようと思っててよ。火力の強化とよ、もう一丁炉の機能も加えてやろうってわけだ。おお、ついにその時が。前よりももっとワクワクしてきました。そうかいそうかい。それじゃあまた2つばかり頼まれてもらうとするかな。そうすりゃ俺がアーランドにいた時と同じかそれ以上の仕事ができるようになるはずだからよ。わかりました、頑張ってやってみますね。これだけの炉を用意してくれた姫嬢ちゃんのことだ。今回も期待させてもらうぜ。任せてください、絶対ハゲルさんを満足させるお仕事してみせますから。え？こいつでいいんだな。よっ、いつでも。よく来たな。言いたいことはわからんでもないが、私がそれについて意見を言ったところで、結局のところその無意味ではないかな。ジオさん、お願いします。私一人で考えていてもどうしても答えが出なくて。なるほど。しかしなぜ君が答えを出さねばならんのか、私にはそれが解せないな。おや、
どうやら弟子のお出ましだぞ。一緒なんて珍しいですね。何のお話してたんですか？何？ただの世間話だ。さてその続きだが、一つだけ君に聞いておこう。君は好きなものを手放せと他人に言われて躊躇なく捨てることができるかね？おっしゃっていることはわかりますけど。そんなの絶対に無理。メルルちゃん、だってそうですよね先生。人から言われたくらいで捨てちゃうものなんて本当に好きなものなわけないですよ。人の話を聞いても最後に決めるのは自分なんだから、そんな大事なこと人に決められたくない。姉ちゃん、あって、ごめんなさい、つい熱くなっちゃって二人のお話に勝手に割り込んじゃいました。なるほどな。どうやら弟子の方は答えが出ているらしい。どうだね、やはり私の意見は無用だったろう。え、どういう意味ですか？今の君の気持ち、いつまでも忘れずに生きることだ。だけど、トトリ先生、おじさまと何の話をしてたんですか？自分の道は自分で決めるって話かな。でも確かにその通りだよね。これでよし、始めてきた。どの特性をつけ